1623年のファーストフォリオのジョン王の表紙の副社、ジョン王はウィリアム・シェイクスピアの歴史劇である。正式な題名はジョン王の生都市という、英国史上最も悪評の高い王であるイングランド・オージョンを主人公としている。シェイクスピアのジョン王は、 それ以前の1589年頃に書かれた、ジョン王の乱世という劇と密接な関係を持っている。シェイクスピアが、ジョン王の乱世を財源かつひなとしたことは、現代の研究者たちの間で多く合意が得られている。しかし、逆に、シェイクスピアの作品が先だったという意見もある。また、1590年代中頃に、シェイクスピアが、 初期のバージョンを改訂したと信じる評論家もいる。他にも、ジョン王の乱世が、シェイクスピアの作品であるという説、あるいは、悪い四折版だとする説、初期の上演に関わった一人ないしはそれ以上の役者たちが記憶から復元したものだとする説もある。ラファエル・ホリン・シェッドの、年代記、ジョン・フォックスの、殉教者列伝、マシューペリーの、 イストリア・マイ・ヨルも財源になった可能性がある。ジョン王は1598年にはすでに存在していた。同年のフランシス・ミアズ、パレディーズ、タミヤの中のシェイクスピア議曲のリストにジョン王が含まれているからである。しかし、当時上演されたという記録は残っていない。ジョン王が最初に印刷されたのは1623年のファーストフォリオである。 オックスフォード版の編者スタンリー・ウェルズとゲイリー・テイラーは、ジョムオーの創作年代を1595年か1596年としている。17世紀のジョムオーへの言及の多さはこの劇の人気の高かったことを伺わせる。しかし、判明している中で最も古い上演は1737年、ドルリー・レーン劇場でのジョン・ギッチによる上演になる。 ジャコバイト放棄のあった1745年には、コリー・シバーが、コベントガーデンで、デビッド・ギャリックがドルリー・レーン劇場で、ジョン王を共演した。1823年のチャールズ・ケンブルによる上演は、歴史的な正確さにかなり留意して行われた。他には、1842年のウィリアム・チャールズ・マクレディ、1846年のチャールズ・キーンの上演がある。しかし、 それ以降は、シェイクスピア劇でも最も上演されることのない劇となってしまった。それでも1915年に、ロバート・ B ・マウンテルが、1945年には、ピーター・ブルック演出、ポール・スコフィールド出演で上演された。1899年には、ハーバート・ビアボーム・トゥリーによる、サイレント映画があり、これは現存する。 シェイクスピア劇映画化作品の最古のものである。テレビでは二度映像化されている。ジョン王正当な王位継承者であるアーサーに代わって、イングランド王になったジョンに対し、アーサーの母コンスタンスは、フランス王に援助を求め、戦争になろうとする。しかし、ジョン王とフランスのフィリップ王は、お互いの利益から和解し、アーサーはイングランドに連れて行かれることになり、コンスタンスは、 反狂乱になる。しかし、カンタベリー大司教任命に伴う異世で、ジョン王は、ローマ教皇から破門され、フランスは平和協定を破って、イングランドを攻撃する。ジョン王は年若いアーサーの目を潰そうと腹心のヒューバートを、遊兵先に使わせる。しかし、アーサーの懇願で、ヒューバートはアーサーを死んだことにして助ける。国内の貴族たちは、 ジョン王がアーサーを殺したと聞き、フランス側に着こうとする。ジョン王は手を下したヒューバートを激しくなじるが、ヒューバートから真相を聞かされ、ほっとする。しかし、アーサーは自ら、命を絶ってしまう。追い詰められた、ジョン王はやむなく、強行に屈服し、その直後、病死する。ビクトリア朝時代、ジョン王は盛んに上演されたが、その一因は、スペクタクルと、 相関差がその時代の観客たちの趣味にあっていたからだろう。しかし、現在ではあまり人気がなくなり、現在では、シェイクスピア作品の中でも、最も有名でない作品となり、上演されることも稀である。ありがとうございます。